様々なレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。助動詞の will について学習します。日本語は何々します、何々するつもりです、何々になるでしょう、など未来のことを表すと考えてください。基本文を見ていきましょう。彼は英語を話す。英語にできるでしょうか。このようになりますね。He speaks English. 主語が「非」三人称単数となっていますので動詞スピークの後ろに S がついています彼は英語を話すことができるできるというのは何だったでしょうかこうなりますね He can speak English キャンできる助動詞と呼ばれているものですねえー、っと助動詞がある時にはよろしいでしょうかスピーク動詞は原型となりますので S はつけませんしっかりと確認してください それでは今回のポイントですね。彼は英語を話すでしょう。ねえー、未来の推測、ね、をしていますね、えー。このようになります。He will speak English speak will という形となりますね。えー、よろしいでしょうか。Will も助動詞。can、ね、と同じく助動詞ですので、動詞は常に原型となります。よろしいでしょうか。私は明日早く起きます。つもりでいます。このようになります。 I will get up early tomorrow. I、私は will ね。何々するつもりという助動詞だと考えてください。get up は起きるという熟語ですね。will がありますので動詞は常に原型となりますね。early は早くという意味です。tomorrow 明日となりますのでこのような英語となります。私は明日早く起きるつもりです。予定している事柄に関してはこのようになります。 I am going am to early tomorrow get to up。よろしいでしょうか。えー、B 動詞 GoingTo の方を使いますね、えー。何々するつもりですという意味となりますね。えー、B 動詞 GoingTo を使うときも動詞は原型となります。えー、っと右を見てください。Will というのはその場で決めた自分の意思ですね。 例えば、えー、お母さんに明日何時に起きるのと言われて、よし、明日早く起きるよ。その場で、えー、決めた自分の意思を、えー、伝えるときに will は使います。それに対して begoing to はすでに決まっている予定。例えば、明日野球の試合があるとしますね。えー、早く起きなければならない。ね、という形で、早く起きることが予定として決まっているときには begoing to を使います。できたら区別できるようになってください。 ただ、中学校英語では、will equal be going to 何々するつもりですという形でえ書き換えなんかでよくね、出てきますので、テストで点を取るには、まあ、イコール、実際にはイコールでない部分があるんですけども、イコールと思ってえ問題を解く練習もしてみてください。短縮形を紹介していきます。左から見ていきますね。I will の短縮形です。I'll. はい。You will の短縮形です。You. He will の短縮形です He、はい。アポストロフィー LL がついていれば「えー、will」が隠れていると考えてください、えー、続いて難しいのがね「will not」の短縮形は「won't」と発音しますね、えー、紛らわしいんですけども「won't、ね」の音が入りますね欲しいとかしたいの「won't、ね」と、えー、区別できるようになってください「won't」 ね、うの音が入りますので注意してね、えー、発音できるようになってください私のインスタグラムから、えー、will と begoingto の違いについて紹介したいと思います、えー、中学校英語では未来形イコール will イコール begoingto と習うんですけども、えー、実はニュアンスが違うんです簡単に紹介しますので理解してみてくださいそれでは見ていきましょう上から見てくださいね その場で決めたことは will を使います。決まっている予定は be going to を使います。A から見てください。A が言いました。let's play soccer. サッカーしようよという意味ですね。B が言いました。i sorry. ごめんねと。Ne, I am going to play the game.、ね、僕はゲームをするんだ、ね。ゲームをするつもりです。ゲームをすることは決まっている予定なんですね。B 君にしてはね。 A が言いました Really? そうなのね。OK I'll play the game too 分、ね、かったよじゃあ僕もゲームするよね。この will が使われていますのでゲームすることをその場で決めたわけですねこういう違いがありますもう一つ見ていきましょう上から見てくださいね未来の単純な予想は will を使います原因がある予測は be going to を使います It will l e n g t Tonight 今夜雨が降るでしょう天気予報を聞いて単純な予測ですね。それに対して「It is going to rain tonight to 今夜雨が降るでしょう」ね。実際に雨が降りそうな雲を見ての予想ということでより現実的なわけですね。B 動詞 going to」の方が。もう一つ見ていきましょう。強い意志は「will」。予定は「be going to」。「I will study hard」。 私は一生懸命勉強します。強い意志を持って絶対やるぞと表明するときに will を使います。I am going to study hard. 私は一生懸命勉強するつもりです。ね、勉強する,つるするつもり、予定を表すときには be going to を使います。以上です。えー、区別が分、えー、かっていただけたら嬉しいなと思います。 それではできる、can とするつもりです、will を比べながら文の構造を理解していきましょう。できれば一時停止ボタンを押してご自身で考えてください。それでは見ていきましょう。左からいきますね。あなたはサッカーをすることができる。you c a n play soccer となりますね。あなたはサッカーをすることができません。否定文はこうなります。you can't play soccer、ね。can の後ろにノットをつければえ否定文となりましたね。 あなたはサッカーをすることができますか疑問文はこうなりますね。「can you play soccer?、ね」。「can を」を、えー、主語「you」の前に持ってくれば疑問文となり,なりました。答え方です。「はいできます」い。「いえできません」。「yes I can」または「no I can't、ね」。「can」で聞かれてますので「can」または「can」とで返すようにしてください。それでは「will」の文を見ていきましょう。あなたはサッカーをするつもりです。ね つもりというかしますの方が、えー、個人的にはふさわしいと思うんですけどもえっ、ー、とね中学校の先生はするつもりですと教える方もおら多いと思いますのでするつもりとね表現しておきますね You will play soccer となりますねあなたはサッカーをしません You won't play soccer ね。Will not の短縮形ですねあなたはサッカーをするつもりですか疑問文です Will you play soccer? ね will を主語 you の前に出してください。はいします。い,いえしません。yes I will.no I won't.will、ねえー、で聞かれてますので will または won't ね。will not の形で、えー、返すようにしてください。もう一つ見ていきましょう。主語を he に変えていますね。彼はサッカーをすることができる。he can't play soccer となりますね。彼はサッカーをすることができません。he can't play soccer 彼はサッカーをすることができますか ?Can he play soccer? よろしいでしょうか次は疑問詞でね尋ねる疑問文となります。彼は何をすることができますかこのようになりますね。What can he play?、ねえー、ここのサッカーの部分を尋ねていますので、まず疑問詞の What がきますね。その後疑問文ですので、Can が主語「he」の前に来ますので What can he play? このようになりますね。 答えはサッカーをすることができると返答する場合には He can play soccer このように答える形となりますねそれでは、えー、will の文を見ていきましょう彼はサッカーをするつもりです He will play soccer 彼はサッカーをしません否定文ですね He won't play soccer 彼はサッカーをするつもりですか疑問文です Will he play soccer? 彼は何をするつもりですか 疑問詞を使った疑問文ですね。このようになります。What will he play?、ね、疑問詞 will 主語の語順となりますね。彼はサッカーをするつもりです。このようになりますね。He will play サッカーとなります。よろしいでしょうか ?can も will も助動詞ですので、動詞は常に原型ですのでね。そのこともしっかりと確認してください。練習問題です。一時停止ボタンを押して、ご自身で英語を考えてください。 ヒントを出します。カッコに入る語をこちらもご自身で考えてくださいね。それでは答え合わせをしていきましょう。1番、私は明日サッカーをします。ね。えー、強い意志、またはね、まあ、今決めたと考えてください。ですので、I will を使いますね。サッカーをするですので、play サッカー明日ですので、tomorrow。I will play サッカー tomorrow となります。2番、 彼女は間もなく駅に着くでしょうね。着くというのは、どこどこに着くというのは、get to という熟語ですので、これを使ってください。着くでしょうという、ね、推測ですよね。she will get to the station。間もなくというのは、soon となりますね。she will get to the station soon となりますね。3番、これは非常に難しいです。今夜は雨が降らないでしょうね。is を使ってなんですけども、is を少し変形させ,させてください。 難しいのでね、解説していきたいと思います。右上を見てください。It is rainy というのは雨が降っているという状態を表します。雨が降るでしょうという未来の推測を表すときには、このように will を使います。ねえー、will を使うときには、動詞は原型にするというルールがありますので、is、ね、の原型は be となりますので、will be, it will be rainy となりますね。amu is は原型は b となりますね。ですので b e 動詞と呼ばれています。よろしいでしょうかそれでは問題に戻りましょう。3番、今夜は雨が降らないでしょうね。えー、未来の予測ですね。ただ否定文となりますので will の否定文ですので it won't、ね、次は、えー、is が b e 動詞は原型になりますので won't be rainy 今夜というのは tonight ね。it won't be rainy tonight となりますす番ですあなたはどこで英語を勉強するつもりですか英語を勉強しますかでもいいんですけどねえっ、ー、と未来の表現だとね考えてほしいのでするつもりですかとね、えー、書いておきましたねどこでという疑問詞を使いますので「where ね」ねえカ、ー、の数からも「will」を使ってくださいね「will」が主語「you」の前にきますね「where will you」動詞は原型ですので study English ね まずは概要欄をご覧ください。See you next time. Bye bye.